サミー198と比べてもね、ちょうどマッチザベイト。コードネームバスなんかでもそんなに無茶じゃない。はい、すくい上げたですね、この城を、巣にね、つけてね、ちょっと寝かしてね、こんな感じで続けを作ってみました。おう、はいはいはい、スクエアかね。変な魚おじさん。どうした？おお、すごいすごいすごい、3匹入ってる、3匹。いけ、大変なことになってきました。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、信じられません、大変なことになってまいりました。新鮮なこの城が取り放題です。めっちゃ入る。こんなが入れるか、一回。これ食ってみっかね。こっちは、あ、いなくなっちゃったか。あ、いる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 、救えないかな。よしよし、よし、殺しの金だ。うわ、いやいや、大量だ。上乗ってるぞ。この白狩りだ。イエーイ、楽しいなこれ。さあ、この白大量です。はい、釣り子 TV です。ちょっとね、この白がミチミチしてたんでね、なんで今の時期ビッグベイトが釣れるのかっていうとね、これですね、この白さん、こんなのが餌なんで、こちら見ていただけますか。こういうルアーが効くんですね。これ尺腕と比べてもこんな感じだし、例えば具合のいいサミー198と比べてもね、ちょうどマッチザベイト。コードネームバスなんかでもそんなに無茶じゃない。ね。というわけで、まあ、ここら辺でかいルアーいっぱいありますね。ダウズスイマーが飲み物だとかね、そんな話がありますけど、ね、もうサイズがぴったり。ね。だから釣れる。必然として釣れるわけです。この白カラーとかね。はい、なるほど、この城から、こういうことになってるわけなんですね。美味しいこの城ね、今日網でいっぱい作ったんで、大量ですねこれ。はい。まあこんな感じでね、こんな感じのベイトがたくさんいるんで、ビッグベイトがよく釣れると、こういうことでございます。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。
Thank you.
Thank you.
はい、すくい上げたですねこの城を、巣にねつけてねちょっと寝かしてね、こんな感じで酢漬けを作ってみました。じゃあこれをね、食べながらいっぱいやって次の兆候を考えたいと思います。はい。